はいえ今あの、ご紹介にあずかりました、シーメンス EDA の坂井です、えー。本日はですね、カタパルトと TLM 行為検証を用いたディスク5プロセッサーでのシステムデザインの加速と題しまして、講演をさせていただきます。 ではですね、本セッションですけれども、まず最初にプロセッサーを取り巻くトレンドというところで見ていきます。そしてさらにですね、プロセッサーモデルを含むシステムレベルの検証の分類と目的。まあ、この中でキーとなりますマッチリブの紹介もさせていただきます。そして、カタパルトが提供する最適解の探求とその事例。そしてまとめという形でつなげてまいります。はい。ではですね、プロセッサーを取り巻くトレンドというものを見ていきたいと思っています。 こちらのですね、えー、絵にありますところのーデータですけれども、約50年間にわたってですね、マイクロプロセッサのトレンドをですね、示したものです。まあ、縦軸あのそれぞれの項目の対数になっておりますけれども、まあ、トランジスター数、周波数、性能、消費電力、まあ、こういったところのですね、値をですね、プロッティングしているものです。で 半導体はですね、ムーアの法則の収束に伴いまして、微細化のですね技術の方も鈍化していると。で、それに従って、プロセッサーの処理能力もですね頭打ち、エネルギー効率も頭打ちというようなところになってきていると。ところが、システムからの要求というところを見ると、ですね処理能力、そしてエネルギー効率というのは、ですね非常にニーズが高まってきていると。 で、これらのですね、ギャップを埋めるためには、どういうふうにするのか、理想ではなくてですね、現実的な解決策というのが必要になってきているということが伺えます。はい。では、その中でも、ハードウェアを用いたアクセラレーションということを考えてみたときにですね、いくつか見ていきたいと思ってますけれども、まずソフトウェアの良さというと、フレキシブルであると。そして、プログラムが容易に開発できると。 そして迅速に実装して更新ができるというメリットがございます。ただしですね、その一方で性能とエネルギーの面での非効率なところというものも実際見えてきていると。じゃあ、それを解決するための一つの案としまして、ハードウェアの機能のですね、移動というところをですね、用いて性能とエネルギー面をですね、著しく改善をしようじゃないかと。 で、状況によっては10倍から50倍のですね、改善であったりとか、エネルギー効率で80%の低減であったりとかですね、まあ、こういったことがハードウェアをやるの方にですね、アクセラレーションとして実装するとお実現できそうだよというようなこともございます。で、特に昨今のビデオや通信の 5G、AI、マシンラーニング等のですね、アルゴの方ではですね、CPU が実装する、実行する以上に プロセッシングのパワーの方法を必要とすると。で、もともとこれらの世界というのはですね、ソフトウェアで設計されているという背景もありまして、えーまあ、途中でですね、アルゴリズムの変更が入ってしまうようなことも多くてですね、RTL 設計というのはリスクが高いという、そういった問題点がございました。 ではですね、えーまあ、そうは言っても何とかしなければいけないということで、えー、ハードウェアのポ機能のポーティングですけどもお、じゃあハードウェアが高速でより効率がいいのかどうかというのをちょっと見てみたいと思いますと。で、えー、よくよく考えてみると、プロセッサー自身もですね、ハードウェアですよねと。で、えー、CPU で乗算機能をえん実装しようとするものとお、ハードウェアで専用の回路でですね、えー、乗算機能を実装するという。 で、実際結果としてですね、得られるものは何ら変わらないよね、と。で、そのためにですね、えー、じゃあ、性能改善の目的で、並列化を導入してやろうじゃないかと。で、ハードウェアの中では、えー、並列化という操作を行うことによってですね、えー、ソフトの方でできてなかったあ速度達成ができるというメリットがあります。また、えー、効率化のためにですね、えー、回路を調整する必要があるということも忘れてはいけないですと。と 必要なものだけをですね、ハードウェアに実装してあげて、そしてソフトウェアとのバランスでですね、良い効率を出していかなければいけないと。こういったことが求められているわけです。では皆様と共にですね、プロセッサーモデルを含むシステムレベルの検証の分類と目的、さらにマッチリブのですね、一部紹介もしてみたいと思っております。 こちらの表がですね、プロセッサーモデルを含んでいるところのシステムレベルの検証の分類と目的でして、左にですね、プロセッサーモデル。こちらにですね、インターコネクトのですね、ハードウェアになるところの接続部分。そして、ハードウェア合成対象となるカタパルト、こういう合成の対象コンポーネント。そして、まあ、その、 検証の目的、タスクというふうに書いております。えー、まずですね、ネイティブな C でありましたら、まあ、春屋の考え方はございませんので、まあ、アルゴ、アーキといったところのですね、えプログラムをですね、見てやると。で、基本的には機能面だけの検証であると。そして、えー、バスを返していないのでですね、えー、ポインター制御で、まあ、データをポンとこ渡してあげるというようなやり方ですね。で、まあ、機能面はコンセプトが合ってるよというふうなところでよく使われます。 その次にですね、ホストコードエグゼキューションで TLM ですね、とかマッチリブをインターコネクトとして用いてあげてえ C のアーキテクチャとつなげてあげる。で、ここで見れることというのがですね、ある程度のそのインターコネクトの考え方というものが入ってきてますから、上では見れなかったデータの移動というところがですね、可視化されてくるわけです。そしてさらにですね、Fast ISS と というところでですね、プロセッサーモデルを変えていけばですね、実際のソフトウェア、これをですね、ターゲットの CPU にクロスコンパイルするということで実装ができてですね、プロセッサー性能まで考慮したバスインターフェースとのですね、データの移動というところが見えていく。 で、これらのところになってくるとですね、オープンソースのものとかですね、あと商用の弊社もツールの方を出してるんですけども、そういったツールがございまして、TLM2.0 への接続の鍵になってくるというところが、まあ、こちらの階層のところです。そして最終的な RTL ですね。まあ、これはあの、クロック制度であって最終的なターゲットなんですけど、なかなかこの下のところまで持っていって性能を見てやるというのは非常に非現実的であるというのが、まあ、 皆さんご存知の通りだと思っております。はい。では、マッチリブって何でしょうということですけども、まあ、簡単に説明しますと、モジュラーアプローチトゥーサーキットハードウェアライブラリーというですね、略称のキーワードを取ったものです。で、マシンラーニングのアクセラレーターをですね、作成する際に、NVIDIA 様の研究所で開発がされたという経緯がご存いあります。そして、システムの共同というものをシミュレーションするためにですね、 高い抽象度からというまあニーズがございました。まあ、そう言いつつもですね、えー、逆にまた求めるものとしましては、えー、正確でなくてもモデルで見れている性能がですね、RTL 実装になった時の性能、これになるべくニアリーイコールになるようにしてほしいというまあニーズがあったわけです。 そして、えー、やらなきゃいけないこととしてですね、性能と消費電力に対しまして、数多くのアーキテクチャの評価をですね、えー、パラメータを振ってみてやらなきゃいけないというのがありました。で、RTL で全てを準備してやる余裕はないし、かといってですね、えー、システムレベルの構想段階で大きな間違いがあって、それが後工程でですね、えー、露呈してしまうのも、それも避けたい。そういった背景で生まれたものです。 で、えっ、ー、と、こちら、オープンソースコードの方になっておりますので、まあ、関心のある方はご参照いただければと思っております。では、えー、そのマッチリブなんですけども、まあ、合成可能なマッチリブの AXI4 のモデル、まあ、それと TLM ラッパーということでですね、まあ、どのようにして実装していくのかというところを少しちょっと簡単にご紹介してまいります。で、AXI4 のですね、5チャンネル、まあ、読み書き、 そして、まあ、書いたときのですね、あの、レスポンスのところの、まあ、5チャンネルのトランザクションをですね、えー、正確にモデル化しています。ただ、えー、抽象度は上がってはいってですね、時間の概念等々は少し、えー、折られているところはあるんですけども、大事なところのビット精度であるとか、えー、ビート精度ですね、まあ、チャンネルの部分でそういうところはちゃんと、おーしっかり押さえるべきところは押さえておくと。 そして、えー、そのモデルがですね、えー、先ほどもニアリーイコールと申しましたように、モデルで見ている性能がですね、こういう合成にかかって、r t n の方に落ちるときにもですね、えー、同じような性能で持っていきたいというところで、えー、合成可能なものであるよと。で、さらにはですね、検証用途によっては、えー、スループット精度であるとかですね、えー、こちらの方のバストシムモードであるとかといった、まあ、切り替えができるようなモードも持たせてあげると。 そして、えー、実際ですね、このマッチリブのモデルでですね、AXI のおーマスタース,、まあ、スレーブっていうんで、このデータやり取りしますけども、おそれに対してカタパルトで使うときにですね、一つうラッパーをかけてあげて、えー、TLM の世界のところに、まあ、持ち込んであげるというようなことをしてあげております。 で、それを絵としてですね、えー、示したものがこちらです。システムとしてのプロセッサー、バス、ファブリック、メモリー、そして、まあえー、まあ、こういう合成対象になるであろう、カタパルト向けのですね、えー、C++ システム C というところがございます。 で、えー、実際にビット制度をですね、ハードウェアにするときに扱いますので、AC データタイプというようなタイプをですね、あの弊社の方、パブリックに出させていただいておりますので、まあ、そういったものを使ってビット制度を持たせるんですけども、まあ、それプラスですね、えー、実際、 このハードや対象のところプラスレジスターバンクのですね、バスインターフェースのところ、これあのちょっとメモリーマップドレジスタントのですね、TLM の世界のところを取り込んでやって、そしてまあその上にがこのラッピングをかけているということで、この世界がですね、TLM2.0 の方の世界になれば、コンカレントな動作でですね、システムを見切っていくようなことができるということになります。 で、こちらの方がですね、えー、その時のシステムレベルのシミュレーションの結果をざくっとまとめたものです。で、これはあの、ヨーロタイニーのですね、インフェランスのおものでして、えーまあ、こちらの方の左に、まあ、先ほど申しました検証目的ですね。で、先ほどおプロセッサーインターコネクトアクセラレーターと言いましたけども、そういったものをですね、えー、パラメーターと言いますか、目的に応じて、えー、おののの、お 検証を行った時間のまとめという表です。で、ネイティブの時のですね、シミュレーションですと非常に早く実現できてますけれども、実際ですね、データ移動を伴うようなマッチリブとかですね、TLM のところの考え方をですね、入れてあげると、桁がこう増えてきてですね、値が大きくなっていく。そしてさらに ISS の精度も 加えると、またそこのところでですね、えー、時間が増えてくる。でも RTL なんかになってしまうとですね、また、えー、一桁以上ですかね、<laughs> まあもう変わってしまうと。で、RTL になると、もう見積もりレベルでしかですね、えー、数値わからないし、ゲートになったら本当にもう専用のアクセラレーターですよね、と。 いうような世界になってきます。まあ、これだけ、あの、検証の目的に対してですね、ええー、ま、いろいろな抽象度があるんですけれども、ソフトウェアドリブンの検証、このホストコードとか、あまあ、ファスト ISS なんかも使ってもですね、やはり時間がかかるという、ただもう RTL の世界にはもう持っていくのはもう非常にしんどいということがわかると思います。で、これらのところを見ているとですね、えー、じゃあ大事なことって何だろうというと、ホストコードの ISS の も物やケミのモデルですね、マッチリブ、そして TLM のですね、こういう検証によってですね、ソフトウェア、プロセッサーのですね、処理とデータの移動というところのボトルネックを、まあ、いかに早く見つけてあげることかというのが大事になると思います。で、その上でボトルネックを探ってあげて、アクセスラレーションの候補を見つけると。 そしてその手段としてですね、実現するためには行為合成によって、アルゴリズムやアーキテクチャの探求によって、システムの最適解を見つけ出せる可能性が最大限に広がるというふうになってくるわけです。はい。では、えー、じゃあ、カタパルトはどういうところをですね、えー、その最適解を得るために探求して、まあ、どうできるんだというところをですね、事例も交えてですね、お話ししたいと思います。 はい、えー。カタパルトは、まあ、皆さんご存知の方はですね、えー、あれですけれども、まあえー、C を入力として、えー、C++ システム C を入力として、まあ、そこからですね、RDL を吐き出すという行為合,合成ツールです。で、えーまあ、ソースコードがあったときにですね、ユーザーさんにそこの回路の中で、えー、C コードのところのある部分を並列化したりとか、スループットを出すための 制約を与えられたり、面積、レイテンシーといったようなですね、そういう制約も加味して合成することができます。そして C の配列部分に関しましては、メモリーにマッピングしてあげるのか、レジスタにするのか、この辺もですね、柔軟に制御できるという利点があります。で、まあそういう中でですね、様々な制約を振ってあげて、アーキテクチャーの探求と実装を行ってあげるという。 というようなところを探求していきます。で、基本はですね、まあ、ソースコードの変更を伴わず、まあ、状況によっては書き直さなきゃいけない時も出てきますけれども、おなるべくそれが少ないような形でですね、えー、実現できると。そして、ビット精度というところをですね、非常に大事にしておりまして、えー、入力のですね、最初の C の部分からビット精度を考慮した、えー、C を書くことができて、それをハードウェアに落とすときにもですね、忠実にですね、えー それをハードやかするというところも実は行っております。 そして、ターゲットが違うような時ですね。まあ、ASIC に持っていくの、FPGA に持っていくのという時にですね、柔軟なスケジューリングを行うことができまして、エリアとかですね、レイテンシーどっちの方を重視でスケジューリングするんだみたいなこととかですね、過去に作った IP が RTL なんかで持つんではなくてですね、C で持っているとリターゲットということでですね、テクノロジーが変わっても対応できるハードウェアを作ることができるという、まあそういった利点がございます。 はい。ではですね。まあ、じゃあ、そういったものを使ってアクセラレーションをするんですよね。ということで、まあ、簡単なお絵かきなんですけれども、CPU の中にですね、複雑なちょっと関数があったというところでですね、まあ、ここをですね、アクセラレーションにしてやろうじゃないかと。で、えー、そうすることによって、じゃあ、CPU の負荷のところがですね、えー、まあ、軽減されるんだよね、と。で、エネルギーも減るんだよね、というようなことをですね、じゃあ、見ていくわけなんですけど、まあ、これは普通の考え方ですけども、じゃあ、その前、 前にですね、えー、実際大事なことというのは、えー、どこが、えー、何が問題なのかというところを見切ってあげるというプロファイルを取るというところ、これが非常に大事になるかと思っております。えー、そこでですね、アクセラレーションする前にそういうところがどこか、例えばある処理のところが非常に重いよというのが見えてくると、じゃあその候補はですね、例えば、えー、ボトルネックになるところが 小規模だけども、頻繁な繰り返しのあるところなのかとかですね、大規模なのかとかというところで変わってきます。小規模な場合はですね、ディスク5にある新規のインストラクションをね追加してあげるような機能とかですね、あとはあの後ほど示しますけども、高プロセッサーの方にですね、持っていってというようなことが考えられます。そして大規模な関数に関しましては、バスのペリフィラルの方のですね、側の方に持っていって、 であげて、えー、じハードや実装するということをですね、えー、考察して、えーまあ探求していくことになります。まあ、この場合、えー、中間データが大きかったりとかですね、データの移動とかがですね、まあ、あの、大規模な、え値が、えー、値がといいますか、データ量が動くということもですね、えー、非常に大事な要素になってまいります。はい。えー、っとですね、その最初のところですね、えぇ、ー、リスクファイブを使ったときの、 おまあ、今回ですね、そういったセッションがありますので、ちょっとそういう要素を入れておりますけれども、えーまあ、インストラクションの拡張ができるんですよというところでですね、ある程度の小規模な、だけど複雑なオペレーションですね、繰り返しがあるようなところ、まあ、数サイクルだけども繰り返しが多いとかですね、あと内部状態をですね、あんまり保持しないような時にはですね、えー、このおインストラクションをですね、拡張してあげるなんていうのもあのやり方の一つ そしてですね、え、アイディアとしてはあろうかと思っております。そしてもう一つがですね、え、この CPU の、ま、そばにここに、ま、こういう合成で、え、実装した RTL をですね、ま、つなげてあげようというところで、え、ま、こうプロセッサー的なですね、え、処理をさせてあげるということをやりますと。で、え、実際こうなるとですね、え、バスのファブリックを返してデータをやるんじゃなくて CPU が、ま、えー、 だけがですね、アクセラレーターにこう唯一うアクセスできるというものになります。で、この時にあの非常に役立つのがですね、ロケットコアのカスタムコプロセッサーインターフェースという仕組みがありますので、それを使うことによってですね、メモリーの一貫性をですね、考えることなくですね、要は CPU から渡されたものを処理すればいい。と で、まあこれらですね、中規模程度の複雑なアルゴリズム。まあそういったようなものでですね、フィルターとかエンクリプションとかハッシュとかですね、そういうところに対してまあうまく効果出せるんじゃないでしょうかと。で、こちらがまあそのおロケットコアのですね、カスタムのところのインターフェースの絵ですけども、まあそこのところで、えー、渡ってくるですね、値をですね、まあ必要なデータをおー 保持させていただいて。そして、まあ、えー、ハードウェアをですね、えー、動かすためにですね、セットした値に対して起動をかけてあげる。そして、えー、終わったら終わったよということを通知してあげるようなステータスのご情報。まあ、これらをですね、えー、組み合わせることによって、アクセラレーションをしてあげることが可能です。はい。で、まあ、この時の典型例としましてですね、SHA のですね、見頃のハッシュのアルゴリズムなんていうものも一つございます。 で、えー、こちらに関しましてはですね、えー、演算の複雑さというのが非常に CPU で、えー、やろうとすると、かかってしまうというんで、まあ、数百万ビットのですね、演算。で、まあ、高い並列性というものを求められるような演算をやらなきゃいけないんですと。ただ、特徴的なところはですね、まあ、あの、データ入れて、そして出てくるというところで、中でやってる処理は複雑なんですけども、データ移動に関しては制限されているという特徴があると思います。 そして、まあ、ハッシュのサイズ、まあ、2ゴロだったら2ゴロビットですけども、まあ、それらのサイズにも依存はしていきます。ただ、ここのところをですね、ハードウェア実装として、カタパルトを使ってハードウェアのプロセッサーにしてあげたときにですね、25倍高速で、かつ、49倍の低エネルギーといいますか、49分の1のエネルギーでですね、まあ、1ハッシュあたりというところで、性能をですね、上げてあげることができます。 はい。で、次にですね、えー、アクセラレーションの例ですけども、スレーブの例です。先ほどはですね、CPU の横っちょにあって、CPU が、えー、処理を司どってあげるようなことをしてましたけれども、実際今回はですね、えー、まあ、こちらのバスファブリックを介して、アクセラレーションという形でですね、置かれたハードウェアです。 まあ、ローカルのメモリーもですね、配置してあげることもできますし、えー、実際その CPU が司かってた、まあ、キャッシュとか、そういった考え方のところでですね、あの、そういったところも、まあ、こちらにぶら下がっているところではですね、この、えー、モジュールに関しては、えー、アドレスの問題等々ですね、深く、まあ、あまりケアする必要はないですよと。 で、えー、ただ、まあ、CPU からのやり取りもありますので、メモリーマップドレジスターのところのですね、インターフェースを介して、まあ、値が設定されたりとかですね、状態を返したりするというのはございます。先ほど言ったような、まあ、フィルターエンクリプションハッシュといったようなですね、えー、そういうところに向いてるかなと。で、えーまあ、それを少しちょっと、あの、AXI ライクのところでお絵かきですけども、AXI のスレーブのインターフェースを介して必要な メモリーマップドレジスターのとですね、パラメータライズのところ等々を埋めてもらって、スタート信号、そして起動をかけて処理をやって、返してもらって、スタイタスが終わったよとかですね、こういったところをですね、スレーブインターフェースを返して、やり取りをすると。で、こちらですね、複雑な AI のアプリケーションという意味でですね、コンボリューションのアルゴリズムですね、結構あの AI とか、 画像処理のところでは使われていると思います。でデータの数の要素あたりのですね、えー、数千もの演算を行ったりとか、えー、高い並列性が求められるとか、データ量に依存する。そして、まあ、この処理の中でもですね、配列のサイズ、フューチャーマップの数とか、フィルターの数にですね、大きくこの演算量というのは効いてきますと。で、そこの部分をハードウェア化した場合ですね、えー、340倍高速で480倍 480分の1のエネルギーでですね、実装できるようなことがございました。はい。で、もう一つですね、実装の例です。このアクセラレーターをですね、マスターという形で取り扱ってですね、このマスター自体がデータメモリーのところにですね、直接アクセスいくような形で実装するようなことも一つの考え方です。入力を自分からですね、読み、 飲みに行ったり取りに行ったりとかするようなこともあ考えなきゃいけないところはあるんですけれども、仮想物理とのですね、そういったところのキャッシュ等のまあ考慮もしなきゃいけないところもございますま。中にはちょっとそのデータ移動のところの性能に制限されるところも出てきますけれども、そういう中でもですね、アクセラレーションをしてえまあ高速化にしようと。特にですね、大規模な複雑な演算ですね、え、ー 推論のアルゴリズムとか、画像、ビデオですね、パケットフィルタリング。まあ、こういったところで、この形というのは割と取られる形になります。で、ただ、そうは言っても CPU とのやり取りはありますので、メモリーマップとレジスタのところでですね、CPU からの情報をですね、そう受信するようなスレーブのインターフェースも合わせて持っていると。まあ、それがですね、アクセラレーターで接続したときの例なんですけども、まあ、マスタープラススレーブと言ってますけども、 その、えー、メモリーマップとレジスターのですね、値に関しましては、えー、スレーブ側で、そして、えー、能動的にですね、こういう合成でかけた、まあ、ブロックがデータを処理するためにアクセスするのはですね、バスマスターという形で、えー、働くう。そういったものをですね、えー、このラッパーを返して、そして、まあ、TLM の世界につなげるためにですね、えー、変換のラッパーを入れてあげて、えー、つないであげれば、えー 性度検証としてですね、えー、持っていくことができます。はい。えー、こちらですね、まあ、養老体にのお、よくある物体認識のアルゴリズムですけれども、お非常に複雑でありまして、えーまあ、数多くの34億ものマックループ、マックですね、えー、の実装があったりとか、まあこう、う並列性、あとは、 途中のですね、そのデータを保持しなきゃいけないという大規模な中間データセット。まあ、こういうものがあるというときにですね、えそこの部分をハードやかしてあげると、おお、まあ、約1000倍以上高速で、約1500倍ぐらい、え低消費な、え回路を実現するようなことですね。まあ、一致推論あたりのところですけども、おおできましたと。まあ、あの、各実装方法ですね、 えー、まあ見てきて、えー、まあアルゴリズムのところでですね、まあどこがボトルネックになるのか、そして、どういう構成のインターフェースを取るのか、その結果、えー、ハードウェアのパフォーマンスとソフトウェアのパフォーマンス、うどれぐらいの比が出るのかというのをまとめたものです。で、これらはですね、やはり行為検証というところでの検討とですね、やはりそれをすぐにそのハードウェアの方に持っていくことができる行為合成、 という技術のやっぱり相乗効果になると思っております。で、特にまあこの傾向としましては、大規模な関数で大きなまあ性能の改善が得られるよというところがあってですね、まあ、並列化という考え方あーというのがハードウェアというのは得意ですから、まあ、そういったところに対してシリアルのアプリ、あのアルゴの方ですね、CPU に任していると、その部分は逆にハードウェア側の方に持っていって処理を負担を下げてあげて、 えー、さらなる CPU の方はですね、あの別処理の方で頑張ってもらうみたいな、そういったあのシステムのですね、構成もできるかと思っております。はい、まとめです。えー、っとですね、長くなりましたけれども、プロセッサーのソフトウェアとの影響を理解するためには、えー、ホストコードや、えー、ISS、k ミのモデルを用いたまあ行為検証が非常に重要です。そして、えー、プロセッサーのモデルに対してですね、それプラス、えー、カタパルトのマッチリブやですね、TLM のコンポーネントを 組み合わせてあげることで、行為合成の前、後の双方でですね、機能的な検証とか、性能の抑え、面積、電力、そしてシステムレベルでのですね検証というものがやっぱり抑え込むことができます。また、その検証のゴールに伴って、ですね適切な抽象度レベルを用いることもキーポイントです。 そしてそのカタパルトの中でもですね、そのモデルとしてのマッチリブもあったんですけども、ハイレベルシンセシスの部分はですね、このシステムデザインを加速させるためのですね、必要不可欠なソリューションを提供するものとなってまして、そういう意味ではですね、カタパルトがベストなソリューションだと思っております。はい。で、最後に宣伝です。 えー、こちらですね、あの、弊社が、えー、アーリーバードウェビナーシリーズということでですね、行為設計ソリューションというので、えーまあえー、月1ベースでですね、えー、朝の8時ぐらいから1時間程度、技術的なですね、えー、解説等々を行っているウェビナーシリーズです。 カタパルトに関してのこととか、マッチリーブ、あとはですね、低消費電力のパワープロに関するようなことですね、そういったエッセンスをですね、えー、紹介しております。で、えー、過去のビデオ等もですね、閲覧できますので、えーまあ、本日の内容プラスアルファでですね、いろいろ知りたい方は、ぜひともこちらのホームページの方にも訪ねてみてください。以上で、えー、私の方の講演は終了とさせていただきます。 どうもご清聴ありがとうございました。はい。えー、今あの、ご紹介に預かりました CMENSEDA の坂井です、えー。本日はですね、カタパルトと TLM 行為検証を用いた Disk5 プロセッサーでのシステムデザインの加速と題しまして講演をさせていただきます。まず、アジェンダです。